TBS ラジオ954玉結び玉結び玉結び時刻は2時を回りました。 TBS ラジオ小林遥香玉結び、スタジオがちょっとバタバタしてますね、はい、金曜日は浅草キッドの玉袋寿司太郎さん、玉さんとお送りしています、はい、さてここからは日替わりの企画コーナー、金曜日はこちらです。その筋の話毎週一筋縄ではいかないゲストを迎えして、そのゲストが歩んできた様々なその筋の話を聞いていくコーナー。本日のゲストはコメディアンの鍋おさみさんです。はい、こんにちは、鍋おさみです。あー、嬉しいね。いや、嬉しいです。床屋で聞いてたり ね運転しながら聞いたりしてくれてる。鍋だよ、鍋おさみだよ、久しぶりだろ、ね、テレビなんか見んじゃないよ、出ねえんだから俺は。いいぞいいぞ、かっけ、ね、ラジオしか。俺はラジオで育ったからね、はいはいはい、やっぱラジオっていうともう体中がね、総気立つね。総気立つ、嬉しいんですよ。パックインミュージックの初代俺だよ。うおー、帰ってまいりました、ね、凱旋でございます。通りでもスタジオの向こう側がバタバタしてるんですね。偉い人が嬉しいそうな予感がします。僕ラジオ書いてる時はここにあのラジオがないんですよ。まだ有楽町の駅前のね、そごうデパートの向かい側に、はいはいはい、毎日新聞がありまして、その6階か、うん、そこで生放送なんか始めてたんですよ。その時に原稿書いて、そうです、放送作家の卵みたいなもんですね。そうですよね。ではその華々しい経歴からご紹介しましょう。すごいんですよ。鍋おさみさんの簡単なあらすじとその筋をご紹介します。あらすじでね、はい、はい、あらすじですから筋もんも聞いてて1939年、東京都のお生まれで現在75歳です、はい、大学在学中からラジオ台本を書くなど放送作家としての活動を始めると、ほどなくして水原博さんとともに渡辺プロダクションに所属されます。そして水原さん、勝新太郎さんの付き人を務めると、64年に人気番組シャボン玉ホリデーに出演し、お茶の間の人気を獲得。68年には山田洋次監督の映画吹けば飛ぶような男だがに主演し、喜劇役者としての地位を確立されます。その後もテレビや映画などでご活躍され、現在は舞台や公演などを中心に活動をされています、はい、そして当番組玉結び調べによりますと、鍋おさみさんのその筋は、その1、本物、偽物、エセ物とは何たるかを教えてくれた白洲二郎さんの筋、その2、私のおいちゃん、バンの創業者石津健介さんの筋、その3、水原博さんと勝新太郎さんのお酒にまつわる豪快伝説の筋、その4、結婚式で初のお披露目、新人歌手勝新太郎さんの筋、その後好評発売中の書籍ヤクザと芸能と私の愛した日本人の筋と、5本の筋が貼っていらっしゃいます。師匠、早速ですがこれ読ませていただきまして、そう、ヤクザと芸能と、はい、僕の中ではもう NHK の朝ドラ決定しました、うん、あ、そうですか。もう花子とアンじゃないと、やっぱヤクザと芸能とっていうすごい、それ終わりで朝一で命が受けるっていうね、すごいと。いや、すごい、これはすごい。この本を待ってましたよ、鍋さん、本当に。そう、ありがとうございます。最高ですね。うん、まあ今このご時世、コンプライアンスとかいろいろありますけども、あえてこのタイトルをこう選んだっていうのは。そうですね。やっぱりヤクザっていうのが、厳然と昔から存在してたわけでしょ、はい、それを上手に社会は受け入れて、上手に使って、いろんな問題を解決して、うん、それで表の社会を輝かした。こういう現実は、もう否めませんからね。そうですよね。これをないことにしましょうみたいな現在の世の中っていうのはおかしいでしょう。うん。うん。まだたくさん生きてるんですから、はい。だって人間が生きたらね、箸にも棒にもかからないっていう人間は必ず出ますよね。はいはいはい。だから、だーってお茶入れたら上に泡が出る、ビールだってなんだって、はい。その泡ばっかりじゃ、ビールにならないよね、はいはいはい。だけど、これがなかったらビールって美味しくないでしょ、違う、いやいや、しはないとね。はいはい、あれ、あの、ピューってって、あの、こう、カットしてるけどね。うん、だから、程よく泡が立ってないとダメでしょ。うん、これは泡なんですから。そうですね。うん。やっぱりまともに切られないっていう人間はいるんですよ。でも、このまともに切られないやつが役に立たないかったら、立派に役立つんですよ。その役立つっていうのを、きちんと筋立ててやれる、その筋の人間がいないとダメなわけでしょ？
そこをね、ものすごいこのね、はい、じっくりとこう語ってくださってる本が、書いてくださってる本がこちらの本なんですけども、もうそうそうたる人たちが出てきますよね。そうなんですよね。もう日本の芸能史もそうですし、まあ気になるのはやっぱその位置から言っちゃってもいいと思うんですけども、はい、私これから聞きたかったですよ、はいはい、白洲二郎さんの話なんですよね。大好きなんですよ。奥様も大好きですし、はい、白洲二郎さんと会ったことが、もう今お孫さんがね活躍してるっていう、そういう時代ですからね、はいはい、で僕は昭和28年ですから中学2年生、クリクリ坊主ですね、これね、銀座に日本で最初のジャズ喫茶と銘打つものがオープンしたんですよ、それが昭和28年10月20日かな、で僕はもうそれを待ってました、それでまあ150円のコーヒーって高いよ当時で、まだ30円であのコーヒーなんて気取ってる人間がね、飲む代物、僕らなんか飲む代物じゃないですよ、でもまあ150円でコーヒーで席着いた、はい、ジャズが始まりました。だけど私の隣に座った人間の風情がね、半端じゃないんです。半端じゃない。子供の頃に何者これこんな人間がいるの。だってその当時のね、あのに日本人はね、はい、もうみんな一億そう貧しくて汚い格好してる、ね、うん、そうそうそう、それでね、ほとんど同じような匂いですよ。全く違うんですよ。何が違うんですか。もう漂うオーラが、はい、あるんですね。もうもちろん服装なんか、カシミヤのあのキャメル着てんだけど、もうそれだけでももうね、子供は分かんないまだね、僕ずっと後になって、あれはカシミヤでキャメルで、こんなに値段するものなんだって分かったけど、はい、それでもその違いぐらいは感じるよね、はい、ところが中身の人間が放つ陽気というかね、もう漂う、たわする子供の頃にもうさ、引きつけられちゃって、引きつけられて、はいはい、色気ですね。舞台に集中できなかったの、であっという間に、まあ、40分ぐらいのショーが終わってしまった。たら、あれ俺何のためにここに座ったのか分かんねえって、もう一回聞かなくちゃって、この席でいいやっつって、券を買い直せばその席をキープできるんです、でそのお金を払ったら、あれ君ワンステージ見んの、はい、ああじゃあ僕も見ようかって、僕にジャズ好きってこういう話を僕に問いかけてくれたんです。これがきっかけで、はい、もう次から次と僕がカルチャーショックを受けるような話を身に染み込ませてくれたのがその人なんですね。急にあちらから話しかけてきたんですか。そうそうそう、それで、ああちょうどいい機会だから君に大人になって損しないことを一つ教えておいてやろう、世の中にはすべて人間も物も本物偽物、これが分かりにくいんだが、もう一つ似て非なるものと書いて、エセものという。この三つがある。これを見分けられる大人になりなさいね、とこう言ったの。こー、すごいよね。だって僕、それ、昭和28年でね、中学2年生で。14歳ぐらい ?13 歳でしょ、そのぐらいの、あれを克明にインプットしているわけだから。すごいですよね。はい。それで、全部僕の人生、指針みたいなものができましたね。人を見る目、物を見る目、本物か偽物か、偽物か、みたいなね。謎の紳士か。謎の紳士みたいなのがあられるわけですよ。ね、はい、これ、偽物なんですけどね。すいません、すいません。こういうのだって、やっぱり、白洲二郎さんの影響ですよね。その彼が白洲二郎さんだってことはいつ分かったんですか。高校生の時です、ね、すごいよね。高校時代になって、あの、なんかの読み物の中に丸く吹き出しで顔写真があって、それで、その、まあ、マッカーサーと戦った吉田茂の、みたいなあれがちょっとあって、なんか興味も何もないから、わーっつって、あれ待ってよ、この人、うわあの時の人じゃないすごいすごい。これでまた何十年も私忘れてましたよ。だけどもう僕の骨身に染みついてるのがこの時の教訓ですから、はいはい、誰を見ても、うん、すごいな、
だけど偽物、ああこいつはまがい物みたいなものははっきりと自分で区別してね、だからまだ世の中が騒いでない時にあなたの師匠の、はい、うちの師匠たけしさんは、僕はそのあこれは江戸漫才の本流だなって思いましたよ。なべさんの司会の番組にまだブレイク前の2ビートは出てるんですもんね。そうそう、それであの僕はもうあの2ビートと鶴太郎さん、はい、これ2人だけを特会引っかえね、もう一つはユートピアかなんかいたんだけどあのこれ後々大した本物じゃないなって。よろしくねっていうことで。ああ、そう言ったね。うん、でも本当、なべさんとこの出会いっていうのはすごすぎますよね。引き寄せますね。何なんですかね。すごい人ばかり。やっぱり分かんないんだけど、僕の持ってもらった運命なんでしょ。で、僕はだから、年中ワクワクドキドキして生きてられるんですよ。すごいですよね。その代わりね、あの、芸能人になって、でね、自分が一本立ちして名前が少し通るようになってもね、もう無名時代とか、はい、そのデビューする前とか、子供の頃からとか、それって同じ気持ちなんですよ。だから、共演してて僕の番組に出てくるあれなのに、僕はぼーっとしてサインもらいたくなっちゃうんですよ。いやでもね、不安になっちゃって。まあでも天下のこのスターのね、はい、まあ、水原弘さんの付き人からこう始まり、あれもこの本で読んだんですけど、はい、お金がね、手を4本出して、4万円だと思ったら4000円だったっていうエピソード。その月収がね。そう、月収が。4って出されたから。アパート。4500円ですから、アパートの。家賃が、うん。もう鼻から500円赤字って。でも、普通やめちゃうじゃないですか、今の若い子って。そういうところで、そうそう、聞いてない話が違うって、ね、そうなんですよ。それでもやっぱ鍋さんそこを続けるっていう師匠の、気持ちっつうな、なんだ、物買い屋だとかいろんなことで始めるわけですよ。物買い屋、物買い屋、うん、たくましいな。あのね、まあロカビリーの全盛期だから、山下慶次郎さんとか、ミッキーカーチさんなんかが、鍋、おふっさでな、放出品いいディスク見つけたんだけど、お前ってな、1万8000円だけど、値切れたら、半分値切った分やるよ。俺の車で行ってこい、みたいなね。そうそう、運転手と仲良しだから、行こう、って、ふさまで行って、ふさに行くと、中古屋さん出てるわけですよ。綺麗な放出品が、米軍族のね、放出した。ああ、これは日本にはないセンスだな、って、いわゆる、今だとあるけども、この、机のボード板がギャーって開いちゃって、中に物を押し込めるとか、そんな風になってるあるじゃないですか、こうやって開けられるとか、そんなのない頃だから、なるほどこれって言うと、親父が腐るもんじゃござんせんからみたいなこと言うんですよ。いやそんなことやないでさ、俺だって東京から来たんだからさ、こうも東京なんてね。そうは言ってもさ、ここでガソリン代もかかってきてんだからさ、これね、何年置いといたってね、値が下がるもんでもないし、上がるだけなんだよね。それ負けろって方がおかしいだろう。わかったわかった。いらねえ、こんなものは。だけどな、俺は少々乱暴者だから、こんな、ドンって叩いて潰したり、そんなことぐらいは平気でしちゃうよ。ね。そういう電話でも何でもしてもらったって言って、これはもう元には戻らねえよ。そういう風にしても、いいのか、待った、負けた。こんな。狡猾じゃないですか。いやいや、いや気合ですよ。これ交渉ですよ。もう遊びですから。ね、ネゴシエートですよ、これ。ね、あれ、いや、ほんと、誰さんのそのね、結果肌ぶりが、面白いんですよ、この親父たちもね。もう毎日毎日ね、前掛け閉めてね、パッ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 って、畑叩いてるの飽きてるんですから。このぐらいの面白いやつ来なきゃ、商売。ああこれが商売。ホストも少し楽しんで、持ってきなって言うと、もういいよ、兄ちゃん、1万円でって言うと、8000円まかっちゃうわけでしょ。ミッキーさん、8000円まかりましたよ。よし、半分と言いたいところだが、そっくりくれてやる。こうです。ガーッ、来た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 。よっこいい。ミッキーさんが。俺8000円もらえるんですか。ありがとうございます。ね。ホスト、ところでな、鍋。お前デパートは値切れねえだろってこう来んだよ。次の依頼が来ました。来た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 、ね、デパートって言ったら、あのな、
日劇の、はい、で、ウェスタンカーニバルやってる最中ですから、今度の休憩の時行ってみな。このデパートに、何階に、丸い絨毯が山積みになってる。一番上のグリーンのやつだぞ。売れてねえはずだ。あれ行ってこい。負けられたら、お前なって言うと、もう全部負けた分くれる人だから、行ってきまーすって言うと、いいな。もう水原ひろしなんか、ほっぽらかして、付き人なのに。行っちゃうんですよ。行っちゃう。それで行って、これ元で5円でしたね。値切り代の元でが。1階のタバコ売り場のとこに、チンガム売ってたの。で、5円で、大きくない方の薄、半分のや量のやつ。で、1枚やって、噛みました。はい。噛んで上がりました。はい。絨毯がありました。ありますね。丸い絨毯。周りを見ますと、ヘリに、こう、糸がシャーッとだ、ヒラヒラと出てる。そこを、店員の隙を見て、チューインガムをなすりつけました。よー、一回上がって、もう一度戻ってきますと、程よく乾いております。はい。お姉さん、この絨毯、いいな。うん。これ少しまからない。いや、お値段の方は、そうだな。デパートで負けるってのがやばだよな。うん。じゃあこれもらおうか。あっ、ちょっと待った。なんだこれは。なんだこれは。こんなもの売ってんのか、オタクは。ガムじゃない。うん。ガムがびっちりついてるわけ。あらあらあら、すいませんって山積みになってるわけだから、何百万もあるわけでしょ。他の選んで、これって言ってんだよ、俺は。これって。よし、わかった。オタクは、ここのデパートの直営ですか、それとも、ここで、出店で。ほうほうほう、どうですかって言ったら、いや、うち、神田の。あ、そう。出店。じゃあ、本店に電話して、上司に聞いてくれと。で、俺変わるから。あのね、欲しいのがあったんだけどね、ヘリにね、この誰がね、バカ者がね、チューインガムなすりつけてったやつがいるんだよ。これじゃ買えねえだろ、ねえ。何本負ける、そしたら俺これ切っちゃってでも使うから。ね。どうだろうったら、そうです。向こうも考えて。はいはいはい。ね、見切りだろ、この戻すよりはさ、売っちゃった方がいいじゃねえかって。4割4割5分半分4割でいかがですか、決めた。でもさ、いいっすね。3万6000円とか、そう 40% かけるったって、俺算数に弱いから、すぐいくらって出てこないよ。わかりにくいですよね。うん。で、持って帰って丸めて、ミキさん、まかった、まかったってお前、その仕方があるだろう。それを話して聞かせろと。水原ひろしとかね、平尾正明だとかみんなが集まってきて、鍋が絨毯をいかに安く買ってきたか、これから話すぞ、と楽屋で俺が一人ワンマンショーですよ。俺5円元手でございますが、チューインガムを買いましてっていう話をずっとして、みんながわーっと鍋やったな、よしお前今日はな、色つけてお前に負けた分にな、銭やろうって、ミッキーカーチってそういう人だった。はぁ、いい話だ。いや、あの、時間があっという間すぎて。もう尺足りねえ。びっくりなんですけど。だって明日くりゃいいんでしょ。そうですね。実は僕、一冊買った後、この本ですね、鍋さんの。はい。あの、送っていただいたんですよ。あ、そうなんですか。しかも、見てください、開いたら。サイン入りですね。サイン入りで。あなたの目は優しいね。宝だ。鍋納め。はい。嬉しいメッセージですよ。玉袋。太郎様、筋が抜けちゃった。まだ筋、あんた NHK 出るときは、筋取るでしょう。はい。知ってますよ、私は。TBS だからっつってね、いちいち連絡してもね、今筋張ってますから、たまんない。この本ぜひとも読んでいただきたいと思います、はい、イーストプレスから発売中です、はい、ヤクザと芸能と、で、私の愛した日本人という副題です。ほんと素晴らしい本で、もうね、鳥肌立つような本です。じゃあこうしよう、ええ、俺が TBS で番組を持つから、ええ、たまちゃん年中ゲストでおいで、はいね、それでやろう。それでやる、はい、それで本日も決定。いや、この鍋納み的心だ、やったー。鍋おさみさんでした。どうもありがとうございます。頑張ってやろうね。玉結び。